いいタイミングで来たな。ソンヒ、その人に頼まれていたんだ。偉人町でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと。起きるはずのこと？ああ、そのために青木寮にまつわる連中を見つけてほしいとね。必ず何か異変があるはずだと。で、見つかったんだな。ああ、システムのフル稼働にはまだ程遠いが、探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ。探し物って？殺し屋だよ。偉人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた。殺し屋が偉人町？なんで？清流会の会長を殺した犯人は沢城、そしてその命令は青木亮が下していた。その沢城が警察に逮捕されたとあっちゃ、青木にとって生きているだけで目障りな存在だ。いくら警察に黙秘を続けているとしてもな。沢城の頭が目障りだから、その殺し屋を使って殺そうってのか？青木亮ならそれをやりかねない。俺の情報源になっている連中はそう言っていた。あなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか？昭和を牛耳っていたあの殺し屋探すついでに、どうせ俺のことも調べたんだろう。まあな、さすがは伝説の竜と呼ばれ。余計な話は後だ。だがさすが情報通のコミジュルだな。よく探してくれた。まあな、野暮な話をしてしまったか。じゃあ本題に入ろう。ここどこだ？スナック街の裏手。ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶は知っているはずだ。ん？俺も知ってる？オウムの下っ端たちだ。ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。カメラ切り替えろ。おお、やっぱりわかるよな。ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。ミラーフェイス？え、何？有名人？ああ、有名な殺し屋さん。え？こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。変装も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか？沢城を狙って。でもどうやって？ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。そんな変装、奴なら朝飯前だね。楽勝じゃない？若はまだ知らねえんだ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと。教えたところでどうなんだろうな。何？どういうことだ？仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそんな気がするね。沢城の頭を消す、それが若の次の一手。本当に間違いねえのか？よく考えろと言ったはずだ。この状況すべて踏まえて、俺がやはり間違いだったと言や、お前は見過ごすのか？俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな。分かった。であんた、もうちょい手伝ってくれるのか？あんたがいりゃめちゃ心強いんだけど。
それはできねえ。え？春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる？誰から？フィクサーの残党たちさ。フィクサー？それって誰だよ？全て教えてやったらどうだ。春日、人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな？はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも、俺の素性を明かすことも、やっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ。お前、俺と拳を交えて何を感じた？そりゃ、そのマジで強えって本物だと思ったよ。ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、それを伝え合うためのもんだ。俺を信じろ。そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。それがお前が本物になるための道だ。じゃあな、頼んだぜ。ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ、死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。ええ、それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。そうか。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。さすがだね、あの男。総帥、例の場所に動きが。は？今現在の映像です。ミラーフェイスのいるビルにタクシーが。こいつって石尾田だ。沢城の頭はこいつがおやつさんを殺したって。こりゃ確定だろ。青木亮がこいつらを動かしてまた誰かを殺そうとしてる。その標的はやっぱり沢城の可能性が高いぜ。もし警察署に潜り込む気ならやるのは夜だろう。昼間はさすがに人目につく。つまり奴らが動くのは今夜ってこと？沢城の口を塞ぐのは早ければ早いほどいい。私が青木亮ならそうするね。くそ。でも若たちにはもう何もやらせやしねえ。絶対にやらせやしねえ。ソンヒはこのままモニターで見張っててくれ。俺らはこれから石尾田んとこに行く。偉人町から反撃開始といこうや。